機械の音がうるさいので。でも私の声は聞こえます。検査が終わるまではできるだけじっと動かずにいてください。外に出たくなったらブザーで知らせてください。いけます？張り切って。では出発。これを。どうです？問題ないかな？はい、さっさと終わらせたい。ブラウアー先生。先生。何者かがいる。何です？今何て？先生すみません。あの、出してもらえます？ねえ、ちょっと外に出してもらえます？ドアが開いてる。そうか、なら出してくれ。出して。ねえブラウアー先生、出してくださいよ。ちょっと出してくれ、誰か。おい、出してくれな。ほら、早く頼む、ブラウアー先生。くそ、出してくれ。もういい。ランバートさん、どうしました？何だったの？なんで電気が消えたんだ？落ち着いて。電気が消えたですって？真っ暗になって閉じ込められた。見たんだ。なんだ？ランバートさん、15分ほど眠ってたんですよ。すぐに寝られて検査も無事終わりました。何？着替えが終わりましたらこちらへ。悪い所見はありません。脳には腫瘍などもなかったですし、心配いりません。これは喜んでもらっていいかと。ええ、ですよね。ただ説明がつくのを望んでた。頭にかかったもやが何か。記憶に問題が起きる原因はいくつも考えられます。ストレスや生活習慣の変化など。私生活で思いつくことはありませんか？先日母が他界しました。それはおつらいでしょう。息子が進学で家を出たし、妻、別れた妻とは会話もない。大変なストレスだ。ええ、
カウンセリングを受けてはどうです？ええ、良さそうですね。ご家族に精神疾患の既往歴はありますか？精神疾患？構えないでください。診断の参考に聞くまでです。把握してませんが。調べてみては？それと記憶力を刺激する訓練をしてみましょう。子供がやるような簡単なゲームです。子供がやるゲームだって？子供に教わることは多い。ええ、ありがとう。何してんの？